東広島フードロスゼロ運動。チェリース、お料理大好き VTuber の西木山武隆です。東広島環境フェア2020から環境を考えることが増えましたが、皆さんどうでしょうか。今回はフードロスを意識した保存のコツをお伝えしていきます。また動画の最後には実際にフードロスを意識したレシピも紹介していきますので、ぜひ最後まで見てね。まずはじめに、フードロスって何？フードロスとは食べられるのに捨てられてしまっている食材を意味する言葉です。日本のみならず世界中において、フードロスは一つの大きな社会課題となっています。ちなみに日本で1年間に発生しているフードロスの重量はなんと年間610万トン。すごいねこれ。のんたくんもね、それ泣くわけだよ。この膨大な数字を日本に住んでいる一人一人に当てはめると、なんと毎日おにぎり2個を捨てている計算。恐ろしいね。もったいないね。まだ実感が湧かない人はこれを見てほしい。このグラフを見てわかる通り、約半分は一般家庭から出ているんです。フードロスの対策としては、食べ残さない、腐らせない、食べられる部分を極力捨てないなどが挙げられます。次のコーナーから保存のコツや目から鱗なお話していくよ。今回紹介するコツは3点。1点目は作りすぎないです。フードロスのうち一般家庭から廃棄が約半分という話をしましたが、そのうちの約 40% が食べ残しによる廃棄となります。そのため食べ残しのないよう作る量を調整することが大切です。当たり前だけどやってしまいがちだねこれ。2点目は保存方法の知識をつけるです。食材ごとに常温保存が適したもの、冷蔵保存が適したもの、冷凍保存が適したものと分かれます。適した保存方法を用いることで食品が腐ることを妨げ、フードロスにつながります。ここで目から鱗情報。魚の切り身を美味しくキープしつつ保存する技を伝授してあげよう。お塩をまんべんなく身に振りかけて10分ぐらいすると、余計な水分と臭みが出てくるので、水でさっと洗い、ペーパーなどで水分をしっかりと拭き取ること。この工程をするだけで素材の味もぐっと良くなる。保存するときはペーパーで一度巻いて、ラップで密閉し冷蔵保存。チルド室があればチルドへゴー。3点目は買いすぎないです。スーパーでお得だから買いすぎてしまったってことありませんか。せっかく上手な買い物をしても腐らせてしまったり捨ててしまっては意味がないですよね。必要な数量を上手に買って使い切ることがフードロスや保存の質につながります。ここまでで説明しました3点を意識することで、僕たち個人でもフードロスに貢献できますね。全部のことを実践することは大変だと思うので、できるところから始めていければいいと思います。次のコーナーは錦山おすすめ簡単で美味しいお魚レシピの紹介ですよ。美味しそう。はい、誰でも簡単、サバのトマト煮でございます。材料はこちら。はい、ここからメモしていってくださいね。下処理の終わったサバに塩、胡椒をまんべんなく振っていきます。身によく揉み込んでおきましょう。次に小麦粉、粉をまぶすことによってこんがりと焼くことができます。煮崩れ防止にもなりますよ。しっかりとまぶし、余計な粉はしっかりとはたいておくこと。次にえのきを切っていきましょう。えのきの切るところはここじゃなくてこっちです。菌床の部分だけ切ろうとせば、あとはすべて食べられます。あれ、切れましたね。はい、こんな感じ。断面すごく綺麗ですね。褐色部分を知ることでフードロスを減らすことができます。根元に切り込みを入れます。切り込みを入れることでえのきが
ほぐしやすくなりますよ。ほら、簡単にできます。次に玉ねぎを切っていきます。あらかじめ茶色の皮は剥いておきました。根っこの部分は切り取っておくこと、中にある芽は食べられるのでしっかりと使いましょう。1センチ角に切っていけば玉ねぎの仕込みは完成です。お次にニンニク、叩いて皮を剥き、食べやすい大きさに切っていきましょう。細かく切ってもいいですし、スライスにしていただいても構いません。はい、鍋に火を入れ、ここで油を入れていきます。油に火が通りましたら、はい、サバを入れていきます。サバは皮目を下にして焼いていきましょう。この時火は中火でやっております。しっかりと皮目から焼いていきましょう。2分ほどするとこんな感じ、綺麗に焦げ目がつきます。反対を向けて身の方も焼いていきます。身の方も同じく2分から3分ほど中火でこんがりと焼いていきます。両面に焼き色をつけることによって煮崩れ防止、そして魚特有の生臭さを飛ばすなど、いろんな効果があります。あとは身にしっかりと味がつくことがいいことですかね。はい、火が通りましたら一度バットにあげます。そして油にニンニク投入、この時火は弱火にしましょう。ニンニクを焦がさないように油に香りを移しながらローストしていきます。ある程度火が通ったら玉ねぎを入れて、ここで一気に強火にして玉ねぎをさっと炒めていきます。炒め終わったところに先ほど切ったサバを投入し、トマト、それからお水、そしてこれがお醤油ですね。はい、だいたいこれぐらい。そして入れすぎましたかね。大丈夫です、美味しいですからね。白だしを入れていきます。白だしを入れてまんべんなく混ぜたと、コンソメを1粒、そしてローリエをポンと乗せて、はい、最後にえのきも入れてグッジョブ。あとは蓋をしてじっくりここから15分ほど加熱していきます。それでは15分後の世界へようこそ。 OK ですかね。せーの、うまそう。完璧じゃないですかこれ、火の通りといいね。あとは盛り付けていけば次の日でも美味しいサバのトマト煮の完成です。このまま粗熱を取って冷蔵庫に入れれば冷蔵庫で保存できます。次の日の夜も美味しく食べられますよ。そんなこんな言ってるうちに、はい、完成。今回はサバのトマト煮を紹介しましたが、今回使わなかった魚や鶏肉でも美味しく作ることができます。調理の際に調べてみることで食材の知識が深まり、より料理を楽しめるようになると思います。フードロスを意識して廃棄を減らし、お財布にも優しく美味しい料理を実践してみてください。ということで、以上 VTuber 錦山宗隆でした。おちり。